ではいきます。カメラパンナップいきます。3、2。はい、前回はね、加藤さんのデビュー作でございましたけれども、はい、はい、まあ体力測定ということで、うん、はい、なんか、うん、はい、汗が光るままやってます。いや、名元の後、はい、そんなの気にしなくていいよ。いいよ、ゲストは気にするのちゃうから。ゲストはもう登場とかもなくなったら板付きです。板付きなんや。前回の振り返りから始まりました。あ、前回ね、はい、なんだかんだ楽しめたでしょ、はい、まあまあまあ、その貧民街のケーブルテレビですよね。発展途上国のケーブルテレビですよね。違うわ、お前。いろいろ知恵をね、振り絞って、うん、いろいろやったわけですから。ほんで最後一緒にね、うん、加藤さんと3人でタバコ吸ってたじゃないですか。タバコも一生忘れない。分かち合ったよな。でしょ。あ、でも企画としてはどうでしたか。え、企画としては、企画としてはだからその、うん、まあその成立し、あれでしたって言うならもうしたでいいんじゃないですか。いいよ、してたでしょ。え、シャープ4までいくって話。あれでシャープ4いける。反復横跳びで1本や。反復横跳びで1本いけるかなっていう話をしてる。マジかよ、うん、おー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 。まあでもなんか新鮮やったじゃないですか、うん、ね、ああいうこと普段しない。何が新鮮やったでしょ。ああいうこと、まあまあ新鮮、新鮮さだけな。新鮮さだけやったわ。斬新さもあったでしょ。何回も確認したわ、このカメラに赤いランプがついてるかと。これは撮ってないんじゃないか。撮ってないんじゃないかって。これはございませんから。もういいで、別に、本当に。いやいや、今日も。この収録は我慢するけど、そのどこまで行くんか知らない。次から別にゲスト俺じゃなくて。マジマジマジ。ゲストじゃ、マジマジマジ。あんま言わんけど。あんま言わん。いいよ、次から俺じゃなくていいよ。また呼んでください。マジマジ。どうしたんですか。呼んできてくれんと。あ、そう。まあまあ、その辺はまあまあ、ディレクターさん次第ではございますが。この番組は業界歴が浅い新米ディレクターが東袋を使ってやりたい企画を演出する番組です。さらば青春の光の東袋のデビュー作で、本日も、はいはい、デビュー作を、うん、迎えるね、うん、ディレクターさんがデビュー作を迎える、はい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 、処女作を、そういうことでございます。おーおーおー、はい、この方です、お願いします。なんでそれしない、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ自己紹介の方お願いします。今回企画担当させていただきます、菅原と申します。菅原さん、菅原さんでございます。菅原さん、おいくつですか。今年で、今25で今年で、ね、こっち、何、どれ、25です、ね、25、今年で26、あ、それを言おうとして迷って、やっぱ25に止めとこうって思ったよな。はい、はい。そんな、なんか嫌よね、こういうタレントね、やりにくい、ね、ちょっと高圧的です。高圧的もうええよ、呼ぶな、もう呼ぶなよ。呼んでくれてありがとうございます。キャスティングしてくれたよね。そうです。俺たちでくれたら。あ、奇跡的に前の加藤さんとこの菅原くんが奇跡的にキャスティングかぶったんや。ゲストは森田さんだからあれ出れてるってことですね。あ、そうなんや。はいはい、森田のいいとことかありますか。森田さんのいいところは、うんうん、もう外見がものすごく外見がいいやつ。はい、あんま言われたことないですよ。だからその芸人的みたいなことですか。もうロンハーとかでファッションとかも見させていただいてる。はいはいはい、最高に面白い。最高。そこをアメカジが好き、はいはい、俺似合ってるなって思う。似合ってるなと思って自分で着ようとは思わないって思う。一切着ないです、ね、一切着ないですよね。だからそこを評価して今日キャスティングしたんですよね。そうです、はい、ね、アメカジが好きお前のっていう。肌着にジャケット履いてるすごい。見たらあらあんでもなどこが肌着やお前や。薄いくやん、薄いフットボーダーあった。あんまやめとけ。ボーダーでもないんかこれ。ドットみたいな、何や、薄いマスが一丁だよね今日ね。そうです。あ、一丁だ。ごめんごめんごめん。今日初めてのデビュー作品で、ちょっと初めてのデビュー作品。いやよねこういうの。いちいちな、お前みたいなやつやろ。違い方が誰が菅原やろ。誰が菅原やねん。おかしい、今のショックやんな。いや、今のほんまにそんな大してショックじゃないでしょ。そんなにそんなにや。でも今回はデビュー作で、言ってもこの何ですか、業界入って何年目ぐらいですか。今年で今一応4月で6年目を6年目を迎えた。ああ、そうなんや。でずっと AD さんやってたんですか。そうですね、結構長いね、6年。3月までずっと AD やってたんですけど、うん、3月で、はい、今この番組を作ってる会社を、うん、退所しまして、ほう、3月末で、ほう、辞めた。この、ここの、はい、この制作会社を辞めた。辞めました。3月で辞めて、はい、辞めて、3月辞めたら、はい、一発目に
仕事をしてくれないかっていう依頼を受けて今僕、はい、でディレクターですよ、はい、やめて初ディレクターです、はい、でこの会社っていうのはそのなんかわからんけど会社のその何法律みたいなのあるやんか、はいはい、そういうのは ないのそのいやいやだから、うん、そのいやいや惜しかったのよ、うん、菅原君を手放したくなかったんけどもでも辞めたんでしょ、うん、やめました3月末で僕辞めました、うん、一旦辞めたもう正式に辞めたんや、はいはい、正式に退職届も退職届も出して、はいはい、辞めててでたら今は何してるんですか何もしてないです何もしてないはいリードですいやいや違う違うあのスパッと辞めさせたれ何を延命みたいなしてる与えたいみたいな感じやいや延命やんただのだってなんで辞めたのそれはちょっと言えないこともいっぱいあるいろいろまあまあなんか横領的真面目やから絶対におーおーね岩手からな出てきたよね岩手から出てきて出てきて辞めて何しようと思ってたんだってやめてですか、うん、何も考えてないあもう全然何も考えてないところに、はい、ここの会社の人がこんな番組やるからやれへんかって言われたんやはい、二つ返事やりますそうやね、チャンスですもんねディレクター憧れたでしょもちろんずっとやってみたかったんですなんでやめたいや、またくんないやいや、なんでやめたいや森田何俺は首と聞いているなんで首になった人間ようこそなんなんこの会社えなあ変な会社でも自分出したよね退職届は出したけども退職届け出したんやじゃあクビじゃないやんか別にクビじゃないの、まあ、どっちにしろ退職届出したこっそやないや自分の意思もあるから、うんうん、だから今は違うところで働きたいと思ってあるよね何も考えてない何も考えてないんやこれでいけるならほんま行きたいんや何も考えてない大丈夫かこいつやけども番組やるってなった企画を考えてくれたんですから相当やっぱり溜め込んでるものはありますから あそっか、はいはい、その夢半ばで終わった企画もあったわけやほんまは消えてった企画をやるみたいなことですか、うん、会社に恨みとかないんですかどうなのようこのこのこ漏れたなほんまにそんな横領した会社でさ遅れましてな遅れましてな遅れましてな強いて言うなら何したの強いて言うならほんま何犯罪はしてないですそういう答えはうまいあのな犯罪はしてないっていうのはもうそれはほぼ袋やほんまにもうお前らもう無理二つや誰が菅原やねん勝利一体やんこいつは何だ犯罪してんから大丈夫やんな何法には触れてないんだよ法には触れてないなそうや一生懸命仕事してたもんねやる気はあんねんなもちろん、うんうん、どういう番組を作ってきたみたいなのあるんですか、うん、僕トーク番組が好きなんで、はいはいはい、それこそロンドンハーツとか、うん、ミニトークとか、うん、あちこち踊りとかあはいはいはいいいよねすごく大好き大好きなんや、ね、それこそさらばさんが出た、はい、それこそそれこそトーン上がってるからさらばの2人が出た、はい、あのあちこち踊りとか僕すごいああはいはいあの蛍原さんのあそうですすごい結構蛍原さん多めの回でさらば少なめの回でなんかすごいなあの8人ぐらいの回であの時大変だった蛍原さんだからねあそういうのを見てトーク番組やりたいなと思ってたけれども今回はもう我々に向けた企画を作ってくれたの、うん、そうなの、はいはいはい、そうなの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 、そうなんですね、俺の同志ですから、ね、理解してるな、やっぱりシンクロニシティってやつ多分ね、いや考えてるとその他人とは思えなかったあはい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 、はい、菅原さんあれなんですよね、座持ちがいいって言われてるんですよね座持ちがいい座持ち座持ちいいの、菅原さんちっちゃい間を埋めるウクやんウクロなんかちっちゃい間が大好物やからねほんまに逆になんか僕らに聞きたいことがあればもう全然、うんはい、やってください、うん、菅原さんが、うんはい、聞きたいことですか、うん、なんでももう今、うん、なんでも急になんやんいやその間を埋めるという技術を、ね、ああ、はい、お二人の年収どれくらいですか年収いやそれはちょっとまあやらしいんじゃない、うん、その初対面の人間にっていうのはありますよね埋めへんな埋めへんな耐えてんね次のやつちっちゃい間ふっぱりと大きい間やったふっぱりと大きい間やったから突っ込んだねちょっと間があってから一言今結構おもろいこと言おうとしたよね今ねいやいやおもろいこと言うとかじゃないやろ真上の人はなんか相づちとかがうまいんじゃないの打ち合わせとかでは菅原さんっていうのは僕がちょっと軽く喋ったことあるんですけど
何振られても、うん、それに関して軽くちょっとだけ喋ってくれるんですよ、うんうん、おお、何でもいける。あ、じゃあ、はいはい、最近、キックボードがね、ちょっと法改正で変わりましたけど、どうですか？全然全然うめえやん。何やねんおい、こんなのでももうちょいうめえ。あ、ほ、なんかそのあ、キックボードねえとかもないんや。そのやりにくいね。じゃじゃやりにくいね。まあ、埋めれるやつってそうやん。あ、キックボードね。はいはいはい。まあ、埋めるってそういうことや。めぐらしない。一回もね、あるよね、全然キックボードでね。あ、ある。な、なになになに、キックボードですよね。ああ、キックボードは、ね、セルフでこれだ。セルフ真上もこれだ。座持ちしてないよ。見てるだけで俺が埋めてんねん。おい、俺が埋めてるわ今。間を、まあ、カメラ緊張するしな。じゃあほんでさ、前も思ったけどさ、え、これで一緒に行こう。これで一緒に行こうってなんだ。ね、これも全部取れましてないでおい、もう戦略ですよ。あ、そうな、ここでもうね、僕の話をしていただいてみたいなことでしょ。すげえテレビやなこれ、はい、あで、あ、何すんの、もう やったらいいんちゃうの、はいはい、やろうや、これ一番最初目、最初目、はい、最初目いいよ、全然いいよ、大変そうやな今日おるかい、はい、袋と二人おるからな、いいかやね、自分のペースでいこう、はい、最初は、うん、早食いおちょっとやろうかな。早食い、早食い、お全然トークちゃうわ。早食いから外されてんねん。あんのかあんのか、あんねや。そうかそうか、帰りは早食いってことね。はい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 、それがもう、ああ、ちょっと小耳に聞いたんですけど、小耳に挟むんじゃなくて聞くやろお前、耳に聞く言うやろ、めんどくせえわ、めんどくせえな、一挙手一投足見逃されへんわ。小耳に聞いたら、小室さんが結構、はい、物を、うん、大食いというか物を大食いだって聞いたんで、うんうんうん、で、僕もちょっと、うん、はい、結構人よりかは食べる方なんで、言わしいね、言えないよね、ほんまに袋やな、言えないよ、まあ、特にっていうからしは僕にかなんて、からしからし食べるのからしって聞こえてきたから、からし言うてんな言うてないよ、からしって聞こえてきたから、誰も言うてんからし、からし使うやつを食べるの、言うてんやんな、シューマイとか何食べるの、今回お寿司を食べます。お寿司やな、お前ニートやからな、普段喋ってへんねん、そういうことね、久しぶりに喋ったんだ、久しぶりやな、久しぶりに喋ったんやな、お寿司を食べると、はい、うん、はい、なんでちょっと僕とルクロさんでちょっと対決をしようか、森田じゃないやね、はい、あ、森じゃないや、俺何すんのじゃあ、ちょ、森田さんには、うん、時間を計っていただきます、時間は大事な役目あるんだね、ゲストの加藤にやらせる加藤さんはもう加藤と、ほんであとその加藤よりも下とされてる AD にやらせる多分加藤の先輩であろう AD にやらせろや、まあ、そこは学生さんではなかったどう思ってんの、あの子の、あの子ね、AD さんでしょ、はい、あ、ね、こ、え、何年目なんですか、あ、入りたてです、入りたて、でも学生より、だから言ったら社員、あ、はい、社員やんな、で、社員じゃないもんね、同い年なんですよ、あ、同い年、同い年、同い年ない、はい、でもさ、あなたの方がテレビ業界は一応は分かってるわけでしょ、ちょっと、いや、こちらの方が先輩、あ、そうなの、先輩なんや、あ、アルバイトで先に入られる、あ、そういうのが経験が浅い、あ、そうなんや、じゃあ納得よ、あ、じゃあ別にさっきの会とか菅原の会や、すごいな、菅原に対して自分がないがしろにされてるからやりにくい、すいません、ごめんなさい、お寿司の早食いやからね、これな、買ったら何かとかあるんですか、なんない、特にない、もう称号や、買ったぞってやつ、シンプルな、シンプルに早食いすんの、大食いっていうのをプロフィールに書けるっていう、特技として書ける、あ、これで、あ、じゃあ菅原くんに勝ったら、はい、ただもう特技って言っても大丈夫、書いていいんや、はい、負けたらだから、袋を立てる番組なんで、軽く大食いっていうのがね、うん、菅原さん、なめちゃんが出てきて喋れないよ、菅原のもうスタンドぐらいでもう、千葉緊張ぐらいの位置におるよ、菅原
丸がいいとこになるから何何特技としてカルとか、ラーメンとかあるけれども、大食いも、まあ、軽くね、要素としてあるから、これはちょっともう少し押し出すには、しっかりここで証拠を残しましょうという、はい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 、じゃあいつ喋るそういうことやな、そういうことや頼りになる作家、まあ、大食いをこう押し出せるためにも同じことしか言うてないなあ、さっきもこんなこと言うてたよいやいや、それはどうしても伝えたいからね鈴木さん、あの最高何か食べたんでしょう寿司30皿ぐらいよほら、すぐやけどだもん、いやいや、その普段のまあ成人男性が普段食うよりはちょっと食うてるけど、ね、めっちゃ無理したら食えんことないんじゃないっていう数なんじゃない全然余裕だったでしょ全然余裕でしょ余裕まだいけるカレーはいい僕ステーキだと僕600ぐらいですグラムで言われてもあんまり何皿なんですか600は結構いい、ね、600ステーキ大体1個200でかいねそうですね、で3枚3枚そんな食ってるかな食え、だから食おうと思えば食えるかなっていうぐらいじゃないですか450の皿を1つ食べて、うん、で先輩が半分残したんで、うん、何じゃその食いが何で600円おいそれはさそれしかデータないよ何なんでそのデータしかないのそのなんかいやいやいで、3枚食べたんですとかやったらわかんねんけどこれのすごいのは、大食いしようと今日は決めてへんよね、その日はねやったのに残したらと食うて、600結果食えたってそっか、その腹じゃなく行ったのにって言うの昼もちゃんと食ったのにやなご飯食べに行かんかって600そうよ、これはすごいでしょ理解すんのむずいむずもう日本行けました無理やって無理やぞ、まだおいじゃあやりますか、じゃあはいはいお寿司の早食いとはい、ね、はい、じゃあお願いしますはいはいこれで一旦セッティングしますはいこれが何なんこれこれ毎回教育の時間だな一回止めるんでしょカメラうん、君ら止めるって言ってるけど一切止まってない前回も思ったけど、はい、セッティングしてますから、うんはい、いいよ、入れて入れていただいて止めるって言ってからカメラめっちゃ近づいてくる今をね何もせえへん菅原いやいや、もう見てよ見てんねん、ほらよーい、スタートえ、くそお前らもう後半みたいな顔する初めてですよ、その早食いの大会で夏の地方が世界初の世界初の映像謝れアスファルト手が震えてるどうしたあれ急に喧嘩おいネタ落ちるぞ